次にサイドステップを紹介したいと思います。これはねフロントステップに近い形での動きになります。ステップする方向だけが変わるような感じですね。イメージ的にはサードのポジションで、サードゴロを受けてターン2、スローイングをセカンドにする時の動きような形になります。こっちからね打球が飛んできて捕球したところからスローイングするのは真横に向かってステップする時の動き、横に真横にステップする動きになりますが、このサイドステップの定義としては捕球した姿勢、上体がそのまんま真横に向かっていける時の、ステップワークになります。捕球した姿勢から、上体をひねったりすることなくこのまんままっすぐ、スローイングする方向に向かっていけるような状態、捕球したところから上体がひねったりすることなく向かっていけるような時、こういう時に、サイドステップを使います。ボールを真横にこうライン上にセットしてですね、捕球位置は左肩グラブ側の腕の真下、ここで捕球して、一つ目はねできるだけ大きくステップしましょう。今度はグラブの位置に持ってくるわけではなくてまっすぐ横にスライド、イメージ的には後ろ足をスローイングする方向に向かって真横にスライドさせていく。でその時に上体もひねったりとか開いたりとか 前に突っ込んだりとかすることなく上体をキープしたまま軸足、後ろ足を真横にステップしていくというような感じですね。補給した姿勢から真横に、補給した姿勢から真横に、補給した姿勢から真横に、補給した姿勢から真横に。もう一つサイドステップのショートバージョンで、必ずしもサイドステップは大きく後ろ足を動かすだけじゃなくて小さく動かすパターンもあるので、それを練習しましょう。このコーンに合わせてねステップできるといいかなと思います。補給位置作ってここからこれだけ、さっきよりも後ろ足の移動ステップ幅を小さくします。その、目印としてねこういうコーンを使えるといいかなと思います。今日最後に紹介するのはバックステップです。補給した姿勢から、後ろ足を体の後ろを通してステップしていく動作になります。フロントステップで前にステップしていたところから体の後ろにステップしていくんですが、バックステップの役割は2つあって、1つは後ろ側、体の後ろ側で補給した時に強い打球とかハーフバウンドで打球来た時に後ろに下がりながら補給した時にここから体勢を整えて前にステップしていくよりも後ろにステップしながら体勢を整えた方が早い場合、こういう時に後ろ足、スローイングする時の後ろ足を後ろに持ってくることによって、バランスを整えることができるということですね。補給した姿勢からこっちの重心の方に、バランスを合わせて後ろ足を前に持ってくるというような形を作るためというのが一つと、もう一個の役割が体全体を反転させることによって、強いスローイングをしっかり生み出すための、ステップワークになりますね。外野手とかなんかではやっぱり強くスローイングするためにしっかり肩をぐーっと上半身をひねってもうここからスローイングに持っていったりするわけなんですが、その時のステップワークとしてはまっすぐこの補給して後ろ足を前に持ってきてステップするパターンと、軸足を後ろに持ってきてステップする、ひねり具合が変わってくるわけですね。こういうステップの仕方と後ろに持ってくると、この時の、体のひねりを作るための、ステップっていうのが、このバックステップになります。なのでさっきも言ったように後ろ側でこう補給したりした時に後ろ足をしっかり後ろ側に持ってくる、このバックステップ、体の外側に持ってくるという動作を入れることによってしっかり上半身も反転される、ひねられてここから強いスローイングのための体勢が作れるということです。それをやるのがバックステップになります。これもね決してフィジカルが強い選手だけがこのバックステップやればいいというわけではなくて、逆にスローイングが弱い選手ほどしっかり体勢を整えて体全体を使ってスローイングできるようにこういうステップを身につけてスローイングのための体勢を作ってそこから強いスローイングをしていくと、決してスローイングが得意じゃない選手こそ補給姿勢によってはこういうバックステップを取り入れてみてはいかがでしょうか。補給姿勢はさっきもやったようにこういうポインターに合わせて足をセットします。でイメージ的にはショートで、ボールを受けてファースト方向へ、ステップするような形ですね。なのでちょっとこう引き気味に
補給するような形、こういう姿勢から後ろ足を体の外にステップしていって、上半身を反転させるという形で、90度近く反転させるのが難しい場合にはですね、三角形にポインターを用意して、まあ、やることは一緒ですね。この補給した姿勢からこのラインに向かってバックステップしていきます。こういう状態、補給姿勢、バックステップ、しっかり次のこのポインターのラインに向けて、ステップとそれから上半身の、まあ、肩のラインを、次のラインにしっかり移していくということですね。そこが大事です。キャッチしたところからステップしていったときに、この足と上半身がしっかり次のポインターのライン上にしっかり来ているということで、ここまでしっかり後ろに軸足を回しながら、体の外に回しながらターンしていくということで、このバックステップね、まあ、小学生年代ぐらいだったらキャッチしてステップ、ここからワンステップとかこういう形でもいいと思うんですね。2ステップで、まあ、さっきより角度が緩やかになっていくような形で、まあ、ここにコーンがさっきあったとして、キャッチ姿勢ですね、キャッチ姿勢からワンツー、これでしっかりスローイングする方向に向かっていく、こういう軸足の移動の仕方、バックステップ、さっきのワンステップで、反転を作っていたところを選手によってはね、2ステップで作っていくというような形で、まあ、こういうふうにちょっと柔軟に考えながら、でもやっぱりバックステップも、最初にやったフロントステップもサイドステップも補給姿勢からスローイングに向けるための動作として必ず必要になってきますので、それぞれの年代、それぞれの選手のレベルに合わせてやり方を変えていきながらトレーニングしていけるといいかなと思います。どうもご視聴ありがとうございました。今日は、フィールディングの4つの局面の中で、ステップワーク、キャッチングからスローイングにつなげる動作について解説させていただきました。ちょっとね、まあ、これから編集するんで分かんないですけど、長い動画になってたら申し訳ございません。ちょっといろんな話をこう織り交ぜすぎたかなと思うんですが、ぜひね、自分の大事なところだけピックアップして、動画を見ていただいて、明日からのフィールディング練習とか、まあ、今までの考え方と、あ、ちょっと変わったなっていうようなところで活かしていただければと思います。またご視聴お願いします。ありがとうございました。